おーし、できたぜ。表、うわ、すげえ。よし。よし。食べようもういい加減。よし、じゃあいただきます。まずこっちね、タルト。タルトの方食べていきましょう。ザクッと、あー、硬いな。よし、これ乗っけて、よっしゃ、いただきます。うめっ。リンゴの酸味がいいですね。よし、今度こっち、ちょっとね、パンケーキの方、くるみ入ってますね、いい感じに。よし、よし、じゃあいただきます。どっちもうまい。なるほどね。へえ。よし、ちょっと今日まだまだ3時なんで、コーヒーアイスコーヒー、3時のおやつ。で、ちょっとエスプレッソソース、どうしゃ、ちょっとね、コーヒー風味でいただいてみましょう。よし、いただきます。この上の、なんだ、上のクリーム、上のクリームはね、マスカルポーネってやつですね。本当はなんだっけ、クレームフレッシュってソース、チーズ手に入んないんで、これならバッチリ合いますね。これも、もう食べて、
よし。うまい。まあうまいな。強烈。うん。甘さと酸味。結構強烈ですね。まあそこがいいんでしょうね、このお菓子は。よし。もう全部食べますよ、もう。で、このパイ生地の部分がもうサックサクですげえうまいです。もう完食。頑張って食べました。うまい。まあそんなとこで今日は、で首が少しね、少しずつ良くなってきてるかなって感じで、ほんでまあもうちょっと暖かくなったら少しね、また山行ったり外でいきましょう。今もうかなり引きこもりになってますね、こんな料理なんかして。ただ俺はね、キノコ取りだけじゃないぜっていうね。キノコ取りはもうね、秋しか取れねえし、夏と、ほんであれですね、そんな季節ね、夏と秋しか取れないから、俺のなんていうんだろう、生活の一部でしかないんですよね。で他にもう これ料理がメインですね、俺は。本当は。料理とあと、釣り、であともうあちこち山だらけ、田舎なんでこの辺は、川だの山だのいっぱいあるんで、そういう中でなんか食えるもん取ってきて探して、それでやっていけばいいんじゃないですか。体不自由でその仕事も稼げねえしね。稼げねえし、その分鹿だイノシシさばいて、あとうなぎ釣ってキノコ取って、あとなんか山菜でも取ってくれや、あとタケノコ今度、それでなんとか今ねしのいでますよ。まあ金がなくてもなんとかね、皆さんもたくましく、俺みてえに。またね、生活保護を受けるのももらうのも悔しいし、そんな時もあったんで、
まあ本当にダメになったらね、もう市役所駆け込んでまた、うん、まあ生活保護受給者逆戻りが来るかもしれないんですけど、もうそれまでなんとかね、うん、手もしびれてますまだ、うん、毎日もう治んないみたいですね。であとお尻座骨神経痛と痛みとしびれ、うんと右ですね、かなりきついんで、まあそれまで動けるうちはもう本当になんとか山どんとか山とか川行って、食い物調達ですね、とにかく、うん、でそうですね、もうそんなとこだよな、うん、まあまだまだね、いろいろやべ、ゲップがいろいろやってきますよ、もう半額ハンターもやりましょう、うん、半額ならね、お金なんとか使えるんで、半額食材、うん、頑張りましょうほいじゃあまたね、よろしくお願いしますじゃあまたうん、キノコだけじゃないぜ俺はそんなとこではい